なんてこった。何これ。テーマパーク。面白い。あのライトアップがまた綺麗だね。しかもなんか赤いの、赤い石、おしゃれじゃない？ねえ、エアーズロックの地面みたい。二次元だ。バーあんだって意見おしゃれだね。カフェもあるでしょ。そう、うん、カフェは明日の朝、うん、ここでなんかコーヒー飲もうと思ったら明日定休日なんだって。え、卵かけご飯。そうでしょ。その卵かけご飯みたいなやつは温泉の方だから明日はやってると、うん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 、カフェはまた別か。山頂の眺めのいいカフェだよね。うん、そう。え、今日はやってるってこと？もう終わっちゃった。6時までだからあと2時間ぐらいは。あ、いや、ちょっと後でチラッと見に行こうか。うん、ちょっとやることいっぱいあるね。え、バーも行きたいんだよ、バーお風呂上がりのバーか。バー行きたい。バー行きたいね。え、どんな感じ？バー行ってさ、なんか霧しか見えないとかね、うん、こんなことめったにないらしい行こう、もう。ハロー、え、車乗んないの？乗れます。忘れてました。こすってますね。まだ上だよね。これかな。ここ炊事場って言ってたから。そうだ。こんな感じでしょ。おお、いいねー。何も見えないけど。何も見えないね。日本屈指の夜景がこちらです。こんなことあんの？どんなに曇ってても夜景は結構な確率で見れるって視聴者さん言ってたけど、うん、こんなほったらかし見たことない逆に奇跡です言われました。なんで？到着した時よりも霧増してない？飲みましょう。今日も飲みます。うん皆さん申し訳ございません。あ、ケン、あれだ、カフェあれだ。あ、あれだあれだ、あれや、あの頂上のやつだ。見たことあるよ、インスタで。あれもやってないんでしょ。明日定休日、明日の朝あそこで行こうと思ったら明日定休日ですことごとくついてないね。来たよ、ジクちゃんも。よかったな。いろいろ迷いましたが、ゼクちゃんを連れてくることに。いや、無理だよね、連れてこないと。なんかそうだね、無理だよ。タイガー君は旅行用に買ったんだけど。そう結局でもやっぱフル株が買ったよね、うん、まあ、今父ちゃんと母ちゃんに貸してるしね。そうだね、うん、デッキサイトってところで、うん、こういうなんか針金のバネみたいので固定するんだよね、ペグをね、うん、ペグっていうか、ペグを打たない。バネだからすごい楽で、うん、あとは雨とかもし降っても汚くならないし、うん、機能だから旅中はありがたいね、なんかこういうの、うん、めちゃくちゃいい、うん、デッキサイト気に入った。雨降っても大丈夫です、うん。
this world is small, but full of things that we will never know. Answers to questions we try to find. The reason that we live and why we die. But I know what I've seen. うまそう。なんか霧も悪くないよ。うん、なんか幻想的、うん、本日最初のおつまみはタチウオの刺身。どこさんだっけ、どこだっけ、書いてあったんだよな。沼津港直送静岡さん。そう、なんか沼津が結構海産物いいのあるらしい、ね、どこなの沼津って。静岡なのに。あれどうだったっけ。ちょっとタチウオとかあんまりさ北海道では食べないから買ってみました、うん、じゃあ2日目の有名なほったらかしに乾杯。うめえうめえ。やけん刺身ナイスだわ。めっちゃ刺身食べたかった。どんな魚か知ってるか。消えた。知らない。こういうギラギラのこれぐらい長い平べったい魚なんだよ。見たことない。うなぎみたいな。うなぎのもっとなんか幅あって、なんかそう言われたら、うん、ケンが言ってるのを前聞いたかも。そうそうそう、なんかうまいらしい。食べなさい。ケン食べなさい。いやいや、ケン食べる。ケン食べたくて買ったの。もうちょっとつけたら。これ何で食べたらいいんだろうね。生姜かわさびかついてなかったよね、うん、普通にほうとううどん胃からなくなったわ、うんうん、夜ご飯食べれないかと思ったらね、うん、いただきます。うんうん、どう、甘みあんの。うん、あ、でしょうね。甘くて、うん、歯ごたえあって。歯ごたえあんの。ヒラメみたいな感じ。そう、あ、めっちゃうまい。めっちゃうまい。これ裏側にして。うん、おいしい。いただきます。甘みあるね。うん、確かに歯ごたえある。めっちゃうまい。うまい。ハマグリの入荷がなかったらしく、うん、今回買えなかったハマグリ。悔しい。でも大アサリ買ったんだっけ。大アサリとサザエ。サザエだ、うん、いいじゃん。もういいね、楽しみ。すごい勢いで食べてんだけど私。お腹空いてんの。なんかお腹空いたよね。タチウオうま、うん、こんなキャンプ場あんだね。なんか北海道にないね、本当これは、うん、マジでないね。ない。俺らが行ったことないさ、あのサウスヒルズがこういう感じなのかな、うん、確かにね。結構標高高いところ好きかも、うん、ね、テンション上がるよね、うん、熊本のささくらオートキャンプ場あるじゃん、うん、あれとかもさめっちゃテンション上がったじゃん、うんうん、近藤さんもね、うん、いいね。いや、いいよ。しかもなんかめっちゃ楽しくない。バーとかさ、カフェとか温泉とかあってさ、うんうん、なんかほんと3日ぐらい遊べるかも。確かに3日入れるわ、うん、でもなかなか取れないらしいからね。連泊とか難しいだろうね、うん、今日は結構2日目にしてちょっと疲れてきて、疲れてきてというかいい意味でね、うん、なんかはしゃぎすぎて、うん、で明日も明後日もキャンプなんだよね、うん、なんでちょっとそんな頑張らずにお刺身食べたり貝をただ焼いたりして、あとここにはそのカフェもあるし、でカフェが6時までだからちょろっと行きたいのと、夜はバーもあるからバーもちょっと行きたいし、うん、温泉も行きたいし、ほったらかし温泉がもう名物だから、うん、それが9時半までか、うん、それにも行くから結構いろいろやりたいことがある。しかも明日も朝日の出とともに温泉入る。5時からやってるってね。ね、明日の朝の景色にかけてるよね、うん、今回ちょっと今日は見れなさそうだからいい景色、うん、明日早く起きなきゃいけないから今日早く寝なきゃいけないの、うん、お風呂入ってもぐっすりじゃない、うん、そうだね、うん、で明日の朝、うん、その温泉のとこにある卵なんだっけ、かけご飯と卵揚げ、うん、
揚げ玉？なんてそれなんか朝9時ぐらいまでに行かないと生卵がないんだっけ、うん、どっちかがないみたいな。そうなんか売り切れちゃう、うん、なんだほったらかしに関してはもう一回来るって絶対決めた。うん、決めた。絶対来ます。なんかね、正面が街並みなんだけど左側多分山、うん、あれ富士山って右側だっけ。ああ、そういえばここって富士山見えるんだよそういえばはい、思い出しました。なんかそんなこと聞いたような気もしますね、そういえばね、うん、全然どこか見当もつかないけど、うん、全然ショックとかも何も、うん、ないいやさっき雲よけの儀式したのになかなか剣もやんなかったからじゃない。雲よけの儀式二人でやんないと。ここで これやってたらお隣さんにと目合ってちょっと恥ずかしかったよ。さっきね一人でやってた時みんな楽しんでるんだから余計な、なんかストレス与えないようにしない。なんであの人やばい人近くにいるって思ったんじゃ。なんか俺らがいるさデッキサイトの上に横浜サイトと頂上サイトってのがあるんだよね。今もう横浜サイトは通り過ぎたんだけどその2つがめちゃくちゃ人気らしい、うん、そのさらに上にカフェがあると、うん、これが頂上サイト。なんかさ待ってケン、ラストオーダー5時半だって。あれあと6分やば走って やばお酒飲んだから酔い回る。うわえケイト、うわえめっちゃ綺麗やば、って何ここやばい、なんじゃここやばい待って多分さここ標高高いから酸素薄いんじゃん。見て何あれケイ見てわお最高じゃん、めっちゃおしゃれ。毎週来て一回後ろ取っていけ。何これやば何この場所、甲府やばくね。笑っちゃう、ちょっと涙がやばい、涙出そうだこれは。ちょっともう何もいらないかもしれん。なんだこれさっきと全然違うじゃん。やばい、ここ1位かもしんない。久々に感動した。ずっと鳥屋立ってた。次来た時3日だな。3日来ないダメじゃん。取れないんだよ連泊なんて。行け、うん、一番空いてる日狙ってさ、うん、これはねやばいですよ。すごすぎる、すげえ異次元、うん、こんなのあるんだ。
こんなキャンプ場あんだ。あるんだ。マジやばい。なんなのここ。と口ずっと開いてる。びっくりして。あ、ちなみにあのカフェが YouTube 載せていいか今確認中だから、今この動画見てる皆さんにもしかしたら届けられてないかもしれないんだけど、インスタに載せるからインスタで見てほしい。なんかインスタは OK って言ってたんだよね。マジでやばかった、ほったらかしのカフェが。マジやば。何これ、1だこれ、すげえわ。なんと奇跡が起きて霧がなくなりました。やばいでしょ、やばすぎでしょ。ちょっとマジでずっと感動してる。よかった、ほんと来てよかった。笑っちゃう。何このキャンプ場、怖い。もうこのデッキワンの思い出忘れられないな。忘れない。もうここのデッキワン忘れません、一生。やばい。剣が、剣の散骨ここでする、デッキワン。この土地の主に怒られる。まだ6時なのにね、真っ暗だね。早くなったね。皆さん、こんな夜景でまだ6時でございます。あれなんじゃない、めっちゃ曇ってるからさ、早いんじゃない。確かに。いい感じ、いい感じだよ。ちょっと、何これ。ここに住みたい、甲府に住みたい。甲府のこともうちょっと知りたくなったんだけど。でもほったらかしは山梨県に山梨市だったよ、ちなみに。あ、甲府市じゃない。甲府の街が見えてるだけで。そうか、山梨市なのか。多分。ちょっと私毎回思うんだけど、この間権堂社労で行った時も思ったんだけど、本当に心満たされるキャンプ場だったらなんか食べ物いらないかもしれない。いや、そうそう。私その辺のなんか土とか草でいいかもしれない。どうぞどうぞ、じゃあ食べてよ。え、マジでお腹減らない。でもなんかお酒はなんか無性に飲みたくなった。そう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 、なんかそう酔いたいって思った。うちらさ、つまみなきゃ飲めない派じゃん、うん、でもいい、いらなくて、めっちゃお酒だけ進んで。そう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 、なんかもう食べ物とか本当豆とかでいい。そうそうそう、ナッツでいいわ、うんうん、もうちょい飲むか、うん、もうちょい飲む。ケン、ボムも行くよね。やっぱ行こうよ。寝なくてもいいぐらいだもう。いや、朝日は見たいから。なんかもう睡眠時間3とかでいいかも。ちょっといい、うん、いいよ。全くほったらかされてなくない、ここ。あ、そういうことね。私さ、もうあんたたち自由にやって、なんかもう特に干渉しないからみたいな、うん、設備とかもそんな整ってないんだけど、うん、なんか景色だけはいいよみたいな、うん、と思ったの。でもバーもあればカフェもあれば温泉もあって、うん、店員さんもめっちゃみんないい人で、うん、めっちゃ手厚くて誰もほったらかされてないんだよ、ね、どういうことなんだろう。むしろなんか過保護キャンプ場みたいなの。今日はこちらの甲州牛赤身、大西肉店で購入した昨日の残り、ちょっと奮発しました。これでね、250g かな。うわやばっ。あ、
やべ、ニンニク入れすぎだ。まあいいか。もうどうでもよくなってるんですよ、景色でね。みんなステーキ食べるの久々だね。素晴らしいやん。そうだね。俺らステーキ食べないじゃん。そうそう。ほんまに。肉よりも海鮮派だけど、やっぱ旅行に行くとね、なんかその地の美味しい肉とか食べたくなる。うまそう。切ってみる。そうだね。いいよ。まだか。ちょっとレアすぎるか。うわ、待って、やばい。完璧かも。あ、いい、めっちゃいい。めっちゃいい。あ、いいね、いいね、いいね。あ、いいね。あ、いいじゃん。素晴らしい。焼肉のタレ買ったんだよね。うん。昨日の馬刺し屋さんで、馬刺し屋っていうか、お肉屋さん。生だれ。これちょっとそそるよね。超うまそう。生はうまいって書いてある。めっちゃわかる。先に食べなさい。手食べな。こればっかりは。どうぞ。これやるけどに。いいかいいか。好きなやつ。じゃあこのちょっとレアっぽいやつ。いただきます。うまい。柔らかい。何牛だっけ、ごめん。忘れた。甲州牛。これ高級フレンチやん。もう一杯ビール飲みたくなってきたな。あんた飲みすぎでしょ今日。うまい。あ、2000円ぐらいだったっけ。これ2700円ぐらいしました。奮発しました。でも安いと思う。安い。これ店で食べたら多分いくら。いや、ちょっと想像つかないけど高い。あの結婚式とかで出てくるやつのこれ一切れしか出てこない。あ、はい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 、確かにね。2万ぐらいのコースでしょ、うん、みたいな感じ。めちゃくちゃいい肉やん。美味しそうじゃない。大アサリ。てか何このアサリ。本当にアサリなのかな。アプテシのアサリよりでかいじゃん、ね、サザエ北海道にはほぼ売ってませんね。これにする。あ、いいね。それ富士桜高原爆酒ピルス。サザエ一足せー。うお、怖い。サザエのこの肝の部分は食べていいんでしょうか。僕ら粒は食べてるんですけど、多分サザエも食えるんだろうな。いいんじゃない、このぐらいで、うん、あの油とか飛んなくていいの。あ、サザエは油取るとかはないと思うけど。え、うまいの。おいしい。臭いんだ。臭いんだ。苦手。めっちゃ険しい顔してる。苦い。苦い。肝か。肝かな。苦い。なんか一部美味しいんだけど一部が苦すぎて。肝だね、きっと。いろんな貝があるんだね。面白面白いで片付けるのやばい。このアサリやばくない。こんなアサリ見たことある。ホッキじゃん。ホッキ。いただきます。うまいね。うまっ。これめちゃくちゃうまい。これいくらだったんだっけ。いくらだったんだろう。200円ぐらいかな。うわっ、これ5個食べたい。めっちゃうまいね。うん。うわ
今バーに向かっているんですが、近道があって、その近道を通ったんですが、それが運のつ運なんだっけ運の月だっけ、なんだっけあれなんだっけ、なんか逆に遠回りみたいなこと、なんて言うんだっけ。ケンが蜘蛛の巣を気にして全く前に進めません。めちゃくちゃ足元危ない近道だったんじゃないバーだバー、いいじゃん、何これ、めっちゃおしゃれじゃん。いいね、1周年だって。まだ1周年なの、めっちゃいいじゃん、めっちゃいいじゃん。何これ、ほったらかし温泉、最終入場ギリギリに来ました。なんかね、霧がかかりすぎてね、建物が見えない。剣ずいぶん身軽だね、あんた。うん、ちっちゃいポシェットみたいなの持って。ここにパジャマ入ってた。パジャマ、ちっちゃパジャマ、すごい、なんかスターウォーズの世界に剣が入ってくみたいだ。ドゥルルルルルルリディリリ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 ディ。スターウォーズの世界かと思いきや、急に千と千尋の世界みたいなとこに迷い込んだよ。キャンプ場だよね、定山系の温泉街みたいな感じだった、ね、あっちの湯2種類あるんだって。今はあっちの湯しかやってない。趣、左側になんか浮いてる。おお、クモス。はあ、どうだったケイト、素晴らしい。え、こんなところにこんな施設があるなんてって思った。誰がなんか、明日の朝だね、うん、楽しみだ。久々じゃない、半年ぶりぐらい。それは言い過ぎ、でも3ヶ月ぐらい飲んでない、どこ見てんの、どこ見てんの、あんた。ほら。言ったでしょ。うめ。いや、あの温泉やばいね。やばい、マジやばい。あの温泉。明日が楽しみだ。視聴者の人にさ、露店で会ってさ、一緒にお風呂入った。いや、私それ気づかんかった。その女の子の方いたってことだよね。気づかんかった。いたと思うよ。恥ずかしい。私うろうろしてたんだよね。見られてたかな。なんでうろうろするの？だってそんな迷う感じじゃないじゃん。いや、お風呂広いからさ、なんか走り、うんの方とかにこう景色見に行って、へーみたいな。あー、はいはい、やってたのそれ。そう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 、長野の人だったからさ、長野おすすめ何ありますかって聞いた。見晴らしの湯。え、そういや、ケン私に LINE でメモ送ってきてたよ。ああそう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 あ、今誰かに会って聞いたんだなそう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 、見晴らしの湯びっくりした。なんで知ってるのと思って。ということで寝ます。今ね10時多分10分ぐらい、10時半に寝て
5時半に起きるんだけど、これでもし起きれなかったらキャンプやめる。マジそんなやばいと思う。そんなに腹くくること、これで眠気に勝てなかったらもう本当にやばいと思う。5時半に起きる。5時50分ぐらいが日の出。なんか本当はその日の出の時間帯にそのさっきの温泉に行って日の出を見るみたいなのが皆さんがよくやることらしいんだけど、うん、うちらはコーヒーを飲みながら日の出を見て、ちょっとほとぼり冷めた頃に温泉に行こうかな。うん、いいと思う。でそのまま卵かけご飯を食べに行くと、いいと思います。ちなみにさ、うん、この今日コットにマット10センチマット引かないで寝てみようと思って、うん、ちょっとマットめんどくさくなってコットに直で寝たら痛いのかどうかちょっとやったことないんだけど検証。寝袋も下に敷くから、うん、クッションになって大丈夫な気するけど、早いな、寝るの特異3秒で寝ること。よいしょ。危ない危ない。歯磨くんでした。歯磨いていきます。